どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対に取ってほしい宝箱を紹介していきます。場所ですけども、覇王城の魔界、上級にあります覇王城ですね。入ってください。で、覇王城に入りましたら、とにかく、ラスボスのところまで向かってください。5階ですね。ショートカットがありますので、これで5階まで移動します。5階到着しました。この上がラスボスの部屋になるんですけども、そこには行きません。部屋の正面から見て、左側に行ってください。こっち側。左側。に行くと、魔物たちがパーティーしてる場所があるんですよね。魔物たちがたくさんいてパーティーしてる場所があって、まあ、アークマージとかここ、結構珍しいやつがいます。ああで、この部屋、別に何の変哲もない部屋なんですけども、隠し部屋があります。ここですね。この先に隠し部屋があって、宝箱が隠されてます。これ、招きのメダリオンですね。能力としましては、これすごくって、スカウトに成功する確率が上がるっていうやつですね。どうしてもね、S ランク、X ランクを2体目、3体目入手しようとすると、難しいんですよ。その時にこれを装備してると少しではありますけども足しになりますので絶対取るようにしてください。で、反対側、こっち側にも、隠し部屋がありまして、ここには魔王のネックレスがあります。賢さが100上がるやつで結構重要なアイテムになると思いますので必ず取るようにしてください。で、この部屋の外にいるアークマージ、この紫のこいつですね。こいつから、ドロップすることがありますので、もしもね、4つ欲しい人は、ここで、何度も何度も狩りをして、集めるようにしてください。はい、ということで今日は絶対に取ってほしい宝箱を紹介しました。隠し部屋になってますので、取ってない人も多いのではないでしょうか。ぜひ取ってください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。